今日も朝からとっても楽しい一日でした。子どもたちはきちんと先生の言うことを聞いてくれ、引く宿題もやってきてくれるととっても助かります。波長長のスケールもゆっくりと指替えもできるようになりました。これはとっても嬉しいことです。少しずつ良い子の皆さんも遊びながら鍵盤に触れてみてください。可愛い良い子たちをみんな応援しているのである。今日はフランス印象派のサティのグノシエンヌ第2番を弾いてみるのだ。ミュージックスタートなの。先生の言うことをきちんと守ってくれ、ニコニコ笑顔でいつも可愛い子どもたちに接してあげることを心得ております。とっても愉快な楽しいレッスンですが、きちんと弾いてきてくれるととっても嬉しくなります。